東京タワーめちゃめちゃ綺麗です。首都高から見る東京タワーとレインボーブリッジ、青色に輝いてめちゃめちゃ綺麗ですね。それで横はフジテレビと、なかなかすごいですね。やっぱりここは一番東京的にはいい感じですね。今日はIKEA の東京ベイ、千葉の方から、東京の方に戻ってます。無職のつぶやき、ともです。6月2日、本日もよろしくお願いいたします。今夜中の10時過ぎですね。っていうのもですね、今日もですね、実は IKEA に行ってきました。で、昨日はですね、江北、IKEA の江北に行ってたんですけれども、今日は IKEA の東京ベイ、船橋の方ですね、東京ベイってなってますけれども、まあ、船橋の方の IKEA に行ってきました。まあ、非常に大きくてですね、で、お客さんも思ったよりも結構いらっしゃいましたね。ただやっぱり、そのコロナの関係がありますから、店員さんはまあ、こう、シールドみたいなものされてましたけれども、まあ本当に IKEA 自体は物がいっぱいあってすごいいいですよね、やっぱりね。まあ2日連続行ったんですけれども、まあ正直全く飽きませんでしたね。で、先ほどの動画ですけれども、まあ船橋の方から東京方面に向けて帰ってる途中に、まあ左手にフジテレビ、そして右側に東京タワーって見えましたので、で、ちょっと GoPro 持ってましたので撮影しました。あ、すいません。GoPro じゃなくて、携帯ですね。携帯で撮影しました。うまく撮れてるかどうかちょっと微妙ですけれども、まあ、あそこが私の中ではですよ。田舎者の私の中では、一番東京を感じられるところだっていうことで、あの場面を撮影させていただきました。で、今日はですね、今、練馬の方にいるんですけれども、まあ、ここであと、まあ、3泊ぐらいお邪魔しようかなとも思ってます。で、今回はですね、寝るのがですね、これです。寝袋。結構な長さの寝袋なんですけど、これで寝ようかなと思ってますね。まあ、布団とかいろいろあるんですけど、こちらの友人は一人暮らしですから、で、まあ今日はこういった形になりますね。まあ今日、本来は兄のところに泊まる予定だったんですけれども、まあ、ちょっとまあ今日はいいかということで、こちらに泊めさせていただいております。それでですね、やっぱり思ったのがですね、やっぱり、IKEA とかいろいろ行きましたら、やっぱりお金必要だなと思いますね。で、お金が必要、ちょっと今なんかありましたね。お金が必要だと思いますね。家具とか、やっぱ見てたら買いたくなるんですよね。ちょっと、今日なんかおかしいです。まあいつもおかしいですけどね、どうも。やっぱりですね、IKEA 行ったら買いたくなるんですよね。ソファーとか家具とか。で、細々したものが欲しくなって、で、最近まあ料理しますから、料理グッズも結構あって、買いたくなるんですけれども、やっぱり無職ですよ。で、無職強調するわけじゃないですけれども、お金を使わないとこう、お金を使わない生活しようと思ってますから、やっぱ買えませんよね。で、値段的にも2万とか3万台が結構多かったんですけれども、なんか買いたいというか、買おうっていう気が、だんだんやっぱ失せてきてるなっていうふうに思いました。まあ無職になって、まあ金銭的なもの、まあ面が大きいんだと思うんですけれども、物欲っていうのがかなりなくなりましたね。これ本当に無職あるあるだと思うんですけれども、まあ半年も無職してましたら、普通の生活がすごい幸せに感じるんですよね。だから贅沢する必要は全くないっていう風になってきましたね。ただですよ、食べるものはある程度いいものを食べとかないと体に悪いですからね。結局カップラーメンとか安いものばっかり食べるわけいかないので、食の方に関してはちょっとまあ自炊ですけれども、質を上げていこうかなと思ってます。コストコなどで大量買いして、それでやっていこうかなと思ってますね。まあただこれですね、昨日言いましたけど、この安い炭酸水、今日も飲んでますけれども、これはやっぱやめられないですね。これちょっと本当にハマっちゃいました。これが天然水か水道水かっていう話はありますけれども、間違いなく私飲み続けますね。
で、東京生活6日目になりましたけれども、本当あっという間です。で、今日はまあ、インプラント、歯の治療があったので、まあ一つやることはありましたけれども、基本的には住民の方、で、友達と一緒に買い物のお付き合いをする、また家の、まあ家具の移動だとか組み立てを手伝うっていう日々が続いてますね。で、まあコロナの影響であまり出れませんけれども、まあ時間があればちょこちょこ出て、東京の風景とか、いろんなものを見て、まあ、自分の中で、こう、テンション上げていこうかなと思ってます。あまり来れませんからね、やっぱり。まあ、本日は、以上でございます。いつもご視聴、誠にありがとうございます。無職のつぶやき、ともりでした。失礼します。